はい、皆さん、こんにちは、ジョージです。勝手に坊主団グランプリ。僕の髪の毛なんですけれども、見ていただくと、まあ、坊主でもあり、まあ、ハゲでもあるわけですよ。坊主といえば坊主なんですけども、ハゲといえばハゲなんですよね。僕は今からこれを伸ばしてもですね、そんなにまあ、ロン毛とかにはもうならない。なったとしてももうスカスカのロン毛みたいになってて、僕がこの髪型にしているにはですね、3つの理由がありまして、1つ目がですね、まずはまあ、楽っていうことですね。もう髪の毛洗うときにシャンプーもワンプッシュよりかもう、ハーフプッシュぐらいで洗えちゃうのでめちゃくちゃ楽、もう坊主はマジで楽ですね。まずこれが1点で、もう一つが髪の毛がそもそも薄くなってきてもうここまで来ちゃってるので、今伸ばしたとしてもかなり滑稽な髪型になるので、もう伸ばすことを諦めているっていうような状態です。で、3つ目がですね、96年にですねトレインスポッティングという映画がありましてですね、皆さんもご存知だと思うんですけども、あれの主人公のイワン・マクレガーが坊主にしててめちゃくちゃかっこいいなと、あの時にすごく衝撃を受けて、あの時ちょっともう坊主にしようかなとなりかけてたんですけども、まだその時ちょっとハゲてもいなかったし、まあやりたかったけど、一旦あのここまでぐらいは来てたんですけど、まあ今回はやめとくかっていうことでやめてたんですけど、その2年後にですね、もう一つ僕に衝撃を与える映画がありましてですね、アメリカンヒストリー X という映画がありまして、エドワード・ノートンが主演の映画で、この時のエドワード・ノートンが坊主にしてて、さらに、まあ、筋肉もめちゃくちゃもうつけてですね、主演をやったんですよ。白人至上主義の主人公がだんだん心を入れ替えていくっていう話の映画になるんですけども、あの時にですね、エドワード・ノートンがマジでかっこよかったので、あれでやべえ、もうダメだ、我慢できないぞ、これは坊主にするぞっていうことで、そのちょっと後ぐらいに坊主を始めたんですよ。まあ、ちょっと伸ばしたりしたこともあったんですけど、で、あとエドワード・ノートンとその弟役のエドワード・ファーロングも出てて、そう、ファーロングも坊主しててめちゃくちゃかっこよかったんですよ。というような理由で今僕はまあ、坊主かっこハゲになってるわけなんですよ。そんな僕がですね、今回まあ、坊主のアーティスト、まあ、電子音楽系にも絞ります。電子音楽系のアーティストで、坊主のアーティスト、めちゃくちゃかっこいいアーティストのトップ10を勝手にランキングしたいと思います。需要があるのか、全くないかもしれないんですけれども、いや、坊主は、なんか僕も惹かれるところがあるんですよ。ちょっとこれはまあ僕の勝手な部分も張ってしまって申し訳ないんですけれども、坊主のアーティストたち、トップ10をですね、勝手に僕が決めてみました。ぜひぜひ皆さん最後までご視聴いただければと思います。はい、まず10位がジェフ・ミルズです。まあもうジェフ・ミルズはね、まあとにかく顔が小さいんですよね。で、ほとんど伸ばしたのを見たことがない。若い頃の写真でちょっと伸ばしたのあったんですけども、まあほとんどジェフ・ミルズはもうずっと坊主を貫いてるんですよね。そしてこの顔が小さくて目が大きくて、ギリギリちょっと可愛い方に行くか行かないかのこの澄ましたかっこよさがあって、ちょっと10位にしました。で、まあ、全然ジェフ・ミルズってあんま選ぶったりしないし、なんかあんまり毒も吐いたりしないし、なんかすごい優しそうだし、なんかいつも音楽の新しいことをやろうとしてるし、まあ、それはちょっと坊主とは全く関係ないんですけども、なんかずっと坊主をこう貫いてて、で、顔もちょっと可愛いかっこいい感じで10位に選ばせていただきました。はい、続いて9位がブライアン・イーノです。ブライアン・イーノはですね、ロキシーミュージックの時にめちゃくちゃロン毛はロン毛なんですけど、もうだいぶこの辺ぐらいまではもう来てたんですよね。あの髪型もなんかアバンギャルドで、僕は結構嫌いではないんですけども、ロキシーミュージック時代はまあああいう時代もあったと思うんですけど、あれ絶対切った方がかっこいいなって見てると思うんですよね。で、途中ですね、中途半端な時もあったんですよ。この写真なんですけど、これとかも絶対に坊主にした方がいいでしょ。ここまで来ちゃってる場合は、坊主いっちゃった方がいいと思うんですよね。で、途中から、坊主、まあ、坊主っていうかもう、ブライアン・イーノに関してはスキンヘッドに近いんですけど、坊主にして、急にこの重鎮感、ドンとした感じが、まあ、めちゃくちゃかっこいいんですよね。最近はまあ、まあ、年齢も年齢っていうのがあって、すごいもう、髭をめちゃくちゃ生やした写真とかも、ネットで探すとあるんですけど、髭を生やすとすごいこう、優しいおじいちゃんって感じはするんですけど、やっぱりブライアン・イーノってなんか、目だけがすっごい、
っごい鋭いんですよね。どんなに優しい笑顔でここにひげたくさん生えておじいちゃんでも目だけはなんか鋭い。顔はやっぱり眼光は鋭い。ちょっとこの鋭いかっこよさがあるんですよね。なんで僕はちょっとブライアイの9位にさせていただきました。はい、続いて8位がスピーディー J ですね。この人は、まあ、とにかく特徴的なのが全然笑わないんですよ。ネットとかで画像検索しても笑ってる写真があんまりないんですよ。まあ、あるはあるんですけど少ないんですよね。この笑わなさが逆にちょっと怖さとかっこよさをちょっと秘めてるんですよね。なんか話しかけたらいかにも冷たくされそうな感じがすごいオーラで出てるんですけど、顔はイケメンなんですよね。ちょっと角度によっても横向きだともう少し違うかっこよさがあったりもして、この恐怖感とにじみ出てくるかっこよさで8位に、しました。なんか今日の動画ってどうなのかな、面白いのかな、ちょっとやっててだんだん不安になってきたんですけど、続いていきたいと思います。7位がですね、スベンバスですね。で、この人は若い時めちゃくちゃ伸ばしてたんですけど、これもちょっとブライアイに似てて、割ともう結構これぐらいまでハゲの進行は来てたんですよ。でもそれはそれでかっこよくて、目にこう青いペイントとかつけたりして、ちょっとこうミステリアス感があって、あれはあれでかっこよかったんですけど、途中から坊主にしたらもっとこうかっこよさがにじみ出てきましたね。今回なんですけど、以前坊主だったりした場合であればそれは OK で、スキンヘッドも OK にしてます。なんで今ロン毛とか今伸ばしてても、以前坊主時代があった場合もこれランキングの方に入れてますので、すいませんがよろしくお願いします。で、スベンバスのまあこのちょっとこう坊主にした後の、ちょっと顔は少し大きいんですけど、キリッとしたはっきりした目と鼻と口と、ちょっと少しひげが生えたこのかっこよさ、渋さがある感じがいいですよね。今はなんか子供もいて、ちょっと優しいおじさんっていう感じもあるんですけれども、坊主はやっぱスベンバスは似合ってますよね。今思ったんですけど、スベンバスって REM のマイケルスタイプに似てません？ちょっとこう並べると似てる感じしません？なんか似てるな。去年のちなみに2023年のカウントダウンパーティー、渋谷のウームというクラブで行われたんですけれども、それスベンバスがカウントダウンをやったみたいですね。行った方いますか、いますか、いますか、ぜひぜひいたら教えてください。僕もスベンバス何回か見に行ってるんですけれども、最近はちょっと行ってないので、どんな感じなのか知りたいですね。はい、続いて6位がロバート・フットですね。ロバート・フットはこの人もですね、まああんまり笑わないイメージがすっごいあるんですよ。で、いかにもすごい自分に厳しそうな感じがするんですよ。まあこれ僕の勝手な決めつけなんですけど、レッドブルミュージックアカデミーとかも、ちょっと昔の曲を流してこう自分でこう涙するぐらい、自分の曲にものすごくプライドとか誇りを持ってるんですよ。まあそれがちょっと顔に滲み出てる感じがするんですよね。このちょっと厳しさが出ていて、笑わない感じなんですけど、同じようにちょっとこわもての厳しさの中にあるかっこよさがちょっとにじめてるんですよね。で、特徴的なのが整えてるこのヒゲですよね。若い時はこう普通に黒いヒゲになってるんですけど、だんだんこうおじさんになっていくとこう白髪混じりのでこう整えたりもして、今の最近の DJ とか見るともう結構もう普通に武将ヒゲとかになってたりもするんですけど、やっぱこの整えてるヒゲとこのちょっと厳しめな顔、こわもてそうなこう顔がかっこよさを出してますよね。なので今回ロバート・フット6位にさせていただきました。はい、続いて5位がコールドカットのジョナサン・モアです。忍者チューンの創設者で、語らわれのジョナサン・モアですね。まあ、電子音楽作ってる人たちの中では結構珍しいハンチング帽を被ってるんですよ。ハンチング帽か、だいたいバケットハットを被ってることが多いんですけど、顔が若い時ですね。今はちょっとだいぶ太ってしまったっていうのはあるんですけど、若い時の写真めちゃくちゃかっこよくないですか？ジョナサン・モアですね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。このハンチング帽っていうのがあんまりいなかったっていうのもあって、まあ、ハンチング帽といえばもうちょっとコールドカットのジョナサン・モアっていう感じぐらい、まあ、本当にちょっと他にはあんまり
いなかったスタイルですよね。もう片割れのマットブラックはすごいこうロン毛で、まあ、ロン毛と坊主っていう感じで、二人とも帽子被る時もあるんですけど、まあ、ジョナサン・モアのは特に若い頃ですね。もうめちゃくちゃイケメンですね。まあ、このかっこよさはちょっと5位につけさせていただきました。はい、続いて4位がケレラですね。はい、なんとですね、女性がランクインしました。ランクインって言っても、まあ僕が勝手にランクインしてるだけなんですけど、まあ元々の顔がすごい整ってるから、伸ばしてる時もすごい、まあ美形なんですけど、坊主にしても、女性にも関わらずめちゃくちゃ似合ってるんですよね。まあ一応本人は性的にはクイアっていうことは公表しているんですけども、まあ数々歴代にまあいろんな女優とかミュージシャンとか、女性で坊主にしてきた人たくさんいたんですけども、やっぱこのケレラが一番なんか坊主にしてもかっこいいと、ロン毛でも可愛いし坊主にしてどうかなと思いきや、やっぱ坊主にしてもめちゃくちゃかっこよさがこれあるので、ケレラは唯一の女性なんですけども、ちょっとランクインさせてもらいました。まあ一般的に女性は髪の毛が伸びているっていうことに、まあ見慣れている人がまあほとんどだと思うんですよね。まあ最近はいろんな考え方、性の考え方出てきて、いろんな髪型も当然あるんですけど、伸びているっていうことにこう見慣れているから、女性が坊主にしたりすると結構まあ驚くじゃないですか。うわ、女性が坊主だってなるじゃないですか。で、まあ過去に例えば有名な人で、まあちょっと古いんですけども、ブリトニー・スピアーズが坊主にしましたよね。あれどうですかね。僕個人的にはあんまり似合ってないなっていう感じはしたんですよね。で、あとはキャメロン・ディアスとかが映画の役で坊主にしたんですけど、まあこれはちょっと女優なんですけど、あれもそんなに、まあまあまあ役なんですけど、まあそんなに似合ってるって感じは僕も個人的にはしなかったんですよね。だから、まあ女性が坊主って、まあ見慣れてないからっていうのももちろんあるんですけど、なかなか似合う人って少ない印象は僕個人的にはあるんですよね。個人的には今坊主が似合う女性はナタリー・ポートマンとケレラかなっていう感じがしますね。もうこのケレラはもう本当可愛さもあって、かっこよさもあるというふうに思いますね。はい、続いて3位はですね、ブリアルですね。ブリアルはですね、あまりにも顔を公表してないというか、写真をほとんど撮らない人なので、まあ、ほとんど素材がないんですよ。にもかかわらず、ネットとかに出てくるいくつかのブリアルの写真を見ると、まあ、イケメンですよね。そしてここの、僕も羨ましいんですけど、ここの形もすごい綺麗で、目鼻口元がすごいしっかりしたイケメンですよね。今バンドキャンプのブリアルのページ見ると、かなりロン毛で武将髭になってて、ちょっとまあ切れてるんですけどな、写真が出てるんですけど、あ、絶対に坊主にした方が僕はかっこいいなとは思うんですけど、素材が少ないながらも坊主アーティストとしてはかなりイケメンなんじゃないかなということで、3位にしました。はい、続いて2位がですね、マティス&サドコのサドコです。知ってる人、知らない人いるかもしれないんですけども、ロシア出身の、まあ、EDM の二人組のアーティストですね。マティス&サドコの、このサドコの方ですね、が、坊主になっていて、まあ、こちらがまたかっこいいんですよ。で、まあ、兄弟ユニットなんですけど、まあ、二人とも白人なんですけど、このサドコの方が、なんかちょっとこう、髭だけすごい黒くて、ちょっとこう、中東の雰囲気もあるんですよ。で、僕もまあ、それちょっと憧れてる部分もあるんですが、この髪の毛と髭がここ全部つながってるんですよね。まあ、これが特徴的ですよね。まあ、こここうつながることで、ちょっとこう小顔効果もなんかあるんじゃないかなって個人的には思うんですけれども、サドコはもう白人の中にちょっとこう中東っぽさがあったかっこよさがありますよね。これを僕はちょっと2位にしております。栄えある第1位はですね、大手家のショーン・ブースです。やっぱこの坊主アーティストのやっぱもうトップを君臨するのはこのやっぱショーン・ブースですよね。写真写りも、まあ、ちょっとこうなんていうかな、気取った感じもしてるんですけども、その気取った感じもまたかっこいいし、しかもちょっと僕らは新しい音楽を作ってるんだみたいな感じが
顔にすごいにじみ出てるんですよ。そしてこのちょっと少しコールドな感じ、冷たい感じも含んだこのショーン・ブースの顔はトップ1ざるを得ないでしょうということで、僕はショーン・ブースを1位にしました。音楽はもう全く無視にしてます。音楽がいいから何位とかそういうのはもう全く関係ないですね。ちなみにオテカは2020年にプラスっていうアルバムを出して、そっからはライブアルバムを出したんですけども、オリジナルアルバムはまだ出してないですね。そろそろ出るんじゃないか、どうなんでしょうか。ちなみに去年のソニックマニア行った人いますでしょうか。僕のコメントでも書き込んでいただいた方いたんですけども、ソニックマニアのオテカ行った人いますか、いますか、いますか。ぜひ行った人がいたら感想を教えてください。はい、いかがだったでしょうか。ちなみにですね、まあ、番外編にはなるんですけども、ちょっと怖すぎてかっこよさの部類には入れられない人たちがまだいくつかいたんですけど、例えばゴールディですね。歯をもうなんか金色にして、なんか金のネックレスつけて、ちょっとこうどっちかというとラッパー寄りの方になってて、顔がちょっと怖すぎるんですよね。ゴールディに関してはかっこよさというよりかちょっと怖さの方が比重が寄りすぎたので、ちょっとランクには入れることができなかったですね。あとはモービーと元フェイスレスのマキシジャズとモードセレクターの片割れのゲアノットブロンザートですね。この3人はもうちょっと可愛いの部類に入ったので、モービーはギリギリ入れようか入れないか迷ったんですけど、やっぱモービーはちょっと可愛い方に入ると思うんですよね。でマキシジャズはちょっともうどっちかというと猿寄りの可愛さもあって、でブロンザートの方はもう本当にこうにこやかな可愛さがあったので、まあ、この3人はちょっとこう可愛いのグループでしたので、ランクには入らなかったですね。あとはポール・カーク・ブレンナーですね。この人はあの角度によってちょっとかっこいい時があるんですよ。正面はまあまあ普通なんですけど、ちょっとこう横向いたりとかするとかっこよさがあったりするんですよ。なのでまあこれは位置によってかっこよく見えるという感じでしたね。あとアンダーワールドのカールハイドなんですけど、坊主ではないんですけど、坊主にしたら絶対かっこいいなと思うんですよね。カールハイドっていつもギリギリ坊主っていうか、もうかなりの短髪で、あれ絶対坊主にした方がかっこいいなって僕いつも思ってるんですけど、短髪ではあるんですけど坊主にしてないイメージの方がすごい強いんですけど、カールハイドはぜひ切ってほしいですね。ちょっと一回坊主挑戦をしてほしいなって思ってますね。というわけで今日はハゲが選ぶかっこいい坊主アーティスト電子音楽編ということでランキングにして発表してみました。本当に先ほどもお伝えしたように、この動画果たして本当に需要があるのか、撮り終わった今でもちょっと思っております。でも皆さん、ここまで見てくれてありがとうございます。今後ともぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ハゲ。